はい、どうもお疲れ様です。それでは第25週目の展望に入っていこうと思います。25週目はですね、6月の17日から21日でございます。アメリカと日本の材料がすっかり出た後なんで、まあ多少穏やかな1週間になるんではなかろうかと思いますけども、果たしてどうでしょうか。まず月曜日ですけども、ゆるゆると最初に機械受注が出てまいります。8時50分。このあたりはまだ大きな動きがないんで、月曜日はですね、157円台から158円台。このあたりをどのように推移するかちょっと見守っていきたいかなというところですね。まあ月曜日からエントリーする勇気はちょっと起きないかなっていうところでございます。そして火曜日なんですけども、火曜日も大きな材料がないですね。で、夜にアメリカの材料がちょっと入ります。これは多少、小売売上高ですから何か大きくチャートが動くかもしれないですね。まあですんで、グループとしては月曜日、火曜日が一つのグループになっていくってことになります。で、水曜日はアメリカが休場ですんで、ちょっとこれね、トレードに向かないかなと思いますが、ただ、この水曜日に限ってはね、この日銀の政策決定会合の要旨が出ますんで、激しい動きが出るのかなと思います。水曜日、ちょっと要注意でございます。で、夜になりましたら、ちょっとアメリカの住宅市場指数ですか。これはあんまり気にしなくていいかなと思います。ですんで、こちらですね。朝の要旨が出た後に水曜日が始まって、そのまま木曜日に突入するということでございます。だから、月、火というグループと、水、木というグループが考えられるかなというところですね。で、木曜日が終わりましたら、今度は金曜日になるんですけども、金曜日は朝から CPI が出ますんで、ちょっと激しい動きが予想されます。金曜日は金曜日単体で見ていく必要がありますけども、夜は夜でね、なかなかちょっと濃い材料がありますね。はい、ちょっと1週間を通じて、円安の方向に行くのか、円高の方向に行くのか、これはちょっとね、また材料の入り方が複雑ですから、なんとも言えないとこですね。やっぱり、月の後半の方は前半に比べて難易度が上がる傾向が高いんですけども、まあ、この25週も、1日ごとに見るとね、対処はできると思います。例えば月曜日、火曜日っていう一つのグループは難易度は、どちらかというと低めで星2つ。で、水木っていうグループも、これは水曜日はともかくね、木曜日はトレードしやすい星2つぐらいになるんじゃないかなと思います。で、金曜日は、まあそうですね、星3つから4つぐらいですかね。朝を乗り切れば、まあトレードができないわけでもないかなと思いますね、午後からね。まあそんなところでだいたい材料を測っていくことができると思いますね。はい、じゃあ以上でございます。